佐渡の修行の手伝い、なんで俺が。いいじゃない、それくらいやってあげても。部外者は口出すんじゃねえ。挽回の力が必要なんすよ。あんただって挽回できんだろ。ハンサム江戸商人の私も挽回なんてできるわけないじゃない。十二番隊の隊長だったことも。だなあんたがやりやがれ。結局また居候してる。全くの無駄飯食いね。その通りだ。エレーラだって一緒だろうが。ダメなんですよ、私じゃ。人に力を貸すとか。よし、じゃあこうしましょう。ここらで一つ取引しませんか。うちでまた雑用係をやっ、どんな質問にもお答えしましょう。聞くのを諦めますか。もう終わりかよ、佐渡安虎。まだだ。落ちてんじゃねえのか。そんなことは。いやいや、こうノリノリっすね。逃げてるだけじゃ強くならねえぞ。まだ伸びる余地がある。確実に次のステップを。ただ一つ気がかりも違うものだということ。その力はまるで。お久しぶりっす。ばっか見てたもんで。華やぐっすね。入っておらぬということか。夜市さんのおかげで華やいでますよ。相変わらず派手じゃの。もうダメだ。今日はもうしまいにするぜ。任せて。待ってくれ、やれる。大概にしとけよ。問題ない。全然問題ありじゃない。てめえ、よく死なないわね。お話って何ですか。10番隊の松本さんがここに来ました。王権の話っす。ソウルソサイティをしていくことになりました。今まで以上の血が流れるでしょう。アイゼンは俺が止める。俺はまだ強くなる。そう感じてるんだ。私も強くなりたいです。しまいにするか。まだまだ。それじゃ申し上げましょう。戦線から外れてもらいます。椿破壊されてから粉々にされちゃって。椿はあなたの唯一の戦闘手段。待ってくれ、浦原さん。必死に戦ってくれた。そんな簡単に置いていくことはできない。井上さんを死なせたいんすか。戦闘よりも重要な防御と回復の力がある。今回の戦いでは役に立つ。しかし足手まといだと言ってるんです。いいの、いいの、はっきり言ってくれて。井上、待て。浦原さんが正しいぜ。元はただの人間。元来戦い向きじゃねえ。潮時なのかもしれねえ。井上、ちょっと。何をそんなに。朽木さん、どうした井上。なんだと、そんなこと。ちょっと落ち着いちゃった。私に力がないのは本当に。お前は今までそんな簡単に切り捨てられて。悔しくないよ。悔しくなんかないもん。ただ寂しいだけだもん。無理、嫌なの。もっと嫌。みんなの足手まといになるくらいなら寂しい方が。引け井上。力のないものではない。覚悟のないものだ。足手まといになったものなどお前も欠けていたらここにはいない。朽木さん。日和ちゃん。ハッチが用事あんねんて。何者だ。